ベステルボッテンミュージアムとは、スウェーデンの梅尾にある、ベステルボッテン県の県立博物館である。博物館は、ガムリーヤ地区にあり、ベステルボッテン県の文化史に関する展示を、行っている。この他に、ガムリーヤ野外博物館があり、スキー、漁業や海事、ベステルボッテン県の民衆運動記録書やサーミ人の野営地などが併設されている。博物館は、 ベステルボッテン県の考古学活動なども受け負っている。博物館は、四半期ごとに建築協会の雑誌、ベステルボッテンを発行している。博物館のロゴには、ビンデル川のアゼーのバルビー県にある数千年前のサーミ人の墓地から出土した青銅の輪が使われている。野外博物館の下司祭が無理アは、ベステルボッテン博物館に併設された野外博物館である。 野外博物館には歴史的な建築物があり、ベステルボテンの歴史時代の様子を展示するための活動も行われている。ガムリ屋にある建物は県内の様々な場所から集められたものであり、教会や、荘園の邸宅、風車小屋や18世紀の農家、学校や家事屋、サーミ人の野営地などがある。夏の間は、馬や牛、羊や豚、 鳥などのスウェーデンの在来種の展示も行っている。その他に、核乳器でバターを作ったり、トンブレアードを焼いたり、工芸品を作ったりする昔の日常活動の展示もある。農家の公開展示は6月中旬から8月下旬と、クリスマスマーケットの間に行われる。一方、野外エリアは年中公開されている。ガムリーヤの名前の由来は、ガムリーヤが完成した時に、 歴史協会が行った名称公募コンテストで優勝したガムリーである。ガムリーとは伝言ら来伝の言い換えである。ベステルボッテン健康国家協会は1886年に1月の会合で古物研究の収蔵庫として梅尾に博物館を建設するという決定を下した。最初の博物館は現在のストール通りのトール街にあるウルバーディスカ所有地にあったが、 1888年6月25日の梅尾の大火災で町の大半が破壊され、南部の収蔵品も完全に破壊された。1901年に博物館は新築されたグラマースクールに移転したが、収蔵品の増加により1911年に港の大型倉庫に移転した。1919年に設立された地方歴史協会は設立当初から、 ガムリーア地区に博物館を建設する活動を行い、1939年に博物館が完成した。1921から1990年の間に、ベステルボッテン県から多くの歴史的な建物が博物館地域に移動した。最初の計画では、県北部と南部から農場を一つずつ移転する予定だったが、 費用の問題で北部と南部からいくつかの農場を移転して一つの農場にまとめることになった。スキー博物館は1928年にストックホルムのユールゴーデンにあるフィスカルトールペッツヨカチクのスキージャンプ等にできた。しかし1963年に梅王のスウェーデンスキー博物館に移転した。スキー博物館の収蔵品の一つは世界で最も古いスキーである。 ベステルボッテン博物館の主な建物を設計したのは建築家の弁具とロマラーであり、1943年に作られた。博物館はその後何回か拡張され、1981年には最大の拡張工事が行われて梅を大学の現代美術博物館ビルド・ムセアットが移転してきた。しかし2012年にビルド・ムセアットは梅、お大学芸術キャンパスの新しい建物に、 移転したので、ベステルボッテン博物館は土地を利用して規模を拡大した。ありがとうございます。